はい、ポンチョ梅野です。本日は5万本の芍薬を取りに来ています。はい、これが5万本の芍薬の花畑になっています。それで早速取っていきましょう。はい、まずはこの辺取っていきましょう。ここのお花をメインに取りまして、はじめ日の丸構図で取ろうと思ったんですけど、ここの上の葉っぱがちょっと邪魔してくるんで、3分割構図に変えて、3分割の右下に芍薬を入れて、3分割の左上にこの葉っぱの部分を入れて取ってみたいと思います。はい、カメラを設定していきます。手前にピンと合わせて、奥に行くほどボケさせて奥行き感を出したいので、縁は 2.8 に設定しました。その場合でシャッタースピードが1000分の1秒出てますので、 ISO 感度は100で OK です。で、露出値をマイナス 0.7 にちょっと下げて、しっとりした感じを出していきたいと思います。はい、といった写真がこんな感じになります。3分割で右下に芍薬の花を入れて、左上に芍薬の葉っぱですね、葉っぱを入れて撮っています。今日曇り空なので明るく撮ることができないので、反対に露出値を下げてしっとりした感じを出しています。そしたら次撮っていきましょう。はい、次はここの白い芍薬を撮っていこうと思います。太陽の光をすごい白色って反射しますので、芍薬に、露出を合わせると背景の部分が真っ暗になります。で、ここだけがすごい浮き上がって見えるようになりますので、ちょっとこれを日の丸構図でシンプルに撮ってみたいと思います。はい、カメラを設定していきます。ここは F 値4に上げて、ちょっと解像感を出して撮っていきます。シャッタースピードは1000分の1秒出てますので、 ISO 感度は100で OK です。で、ここも芍薬の白いところが明るくなりすぎないように、露出値はマイナス 0.7 に設定しています。それではこれで撮っていきましょう。はい、撮った写真がこんな感じになります。白い芍薬にピントを合わせたことで、あと露出も合わせたことで背景が真っ暗になっています。で、白い芍薬と黒の背景なので、すごい花が浮き上がって見えるような感じの写真になりました。そしたら次撮っていきましょう。はい、次はここの枯れてる芍薬の中に、今満開の芍薬さんをメインに撮っていきたいと思います。周りが枯れていることで、今咲いている芍薬がより対比になって映えると思いますので、ここを3分割の構図の右上の交差点に咲いている芍薬を入れて撮っていきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。ちょっと離れているので F2.8 まで下げてしまうと、撮りたい芍薬が前後ボケてしまうと思うので、F5 まで絞って解像感とピント合わせていきます。シャッタースピードは250分の1秒ぐらい出てますので、 ISO 感度は100で OK です。で、露出値はちょっと暗くなりすぎないようにプラス 0.3 にちょっと上げて撮っていきます。はい、撮った写真がこんな感じになります。周りが枯れていて茶色で、ちょっと汚いんで、今咲いている芍薬がより映えて見えると思います。で、交差3分割の右上の交差点に芍薬、満開の芍薬を配置して、で、手前の汚いやつはくっきり写す必要がないので、F5 にしたことで前ボケというか、ちょっとボケてくれて、あんまり主張しないような感じで撮っています。そしたら次撮っていきましょう。はい、芍薬のお花とは関係ない話なんですけど、修理に出していた、僕の新しいメイン機のニコン Z9 が、やっと戻ってきまして、今
今日初めて使う感じになります。画素数が4500万画素ぐらい、ありますので、今まで撮っていた写真よりも、より高精細な写真が撮れると思うので、期待してます。で、望遠レンズも戻ってきましたので、また野鳥撮影の方も撮っていきたいと思います。はい、次はこの辺の位置から望遠レンズの圧縮効果を使いつつ、下半分を、お花畑で、上半分を向こうの山の背景で、ちょっとこう二分割の上下のシンメトリーみたいな感じで撮っていこうと思います。で、お花畑の中の一部の尺薬だけにピント合わせて撮っていこうと思います。はい、カメラを設定していきます。で、ピント合わせすぎても意外とこう尺薬スカスカなので綺麗に撮れません。なので F 値 3.5 にしまして、一部の尺薬だけにピント合わせて、他は色の要素として使っていこうと思います。で、この場合でシャッタースピードが1000分の1秒出てますので、 ISO 感度は100で OK です。ではこれで撮っていきましょう。はい、といった写真がこんな感じになります。下がお花畑で、上が山の背景に、で、上下2分割の構図で撮ってみました。で、手前の方にある尺薬にピント合わせて、他の尺薬をボケさせることで色の要素として使っています。色の要素を使ったことで、背景の黒さと花の明るさの部分の境目がよりくっきりしたんじゃないかなと思います。はい、次はここから撮っていきます。鉢やば、あっちに尺薬があるんですけど、まあ、葉っぱの隙間から、この上の葉っぱと下の葉っぱの隙間から狙いまして、で、手前を前ぼけさせることで上と下が緑の色で埋まって、その間から尺薬が見えるようになります。で、他の尺薬も映ってしまうとちょっとあれなんで、縦構図で切り取って撮っていきます。上下のサンドイッチ構図的な感じで撮ろうと思います。はい、カメラを設定していきます。 F 値は 3.5 にしまして、前ボケさせるのと、ここのピント合わせた尺薬にしっかりと解像感が出るような設定にしました。シャッタースピードは200分の1秒以上出てますので、 ISO 感度は100で OK です。それではこれで撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。まあ、上と下は緑の葉っぱで埋まりまして、その間に尺薬があるような配置で撮りました。で、他が緑色で埋まっているので、この尺薬のピンク色がより映えると思います。一応ね、なんていうかな、他のものでこう被写体を挟んで撮るのをサンドイッチ構図っていうんですけど、そこまでじゃないんですけど、まあ、一応ね、なんていうか、こう撮りたいものに目がいくような写真になったんじゃないかなと思います。はい、残念ながらちょっと雨が降りそうになってきたので、まあ写真もそこそこ撮れたので、そろそろ帰りたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。